から目をつけていました、猫グッズのねショップがあるんです。ここでね買ってしまいました、買ってしまいました。どれもこれもねほんと可愛い手作りなんです。これもね100バーツ400円ぐらいなんですね。まあ、これをね嬉しそうに日本に持って帰りたいと思います。では今からランチの方に行きたいと思います。いろいろねあるんですよね、この辺ね。ブラブラ歩いてたらここなんかねちょっと面白いんですよ。このね初めね思いや思って騙されました。これ見てマンゴーが釣ってあるんですよ。マンゴー、私マンゴーの木これひょっとしたら夜そっといただけるんちゃうかなんてねことを考えました。このようにね街をずっと歩いてるとねなかなかねここにいるね写真家が撮ってますけど、まあこういう写真を撮るようなねとても素敵なところがねいっぱいあるんですよね。まあ今からねランチに向かうんですけれども、まあいろいろ調べた中で本当はねモーニングで行こうかなと思ってたところなんですけど、こっから近いのでそこの、カフェに向かいます。はい、着きました。カフェデタン、あわ名前が難しい、カフェデタン、あわここ通ると思うんですけど、ここね実は朝食でね食べようかなっていうのをね企画しとったんですよ。それがねもうタイミングをずらしてしまったんで、ちょっと通りがかりだったんでね、ここでちょっとランチ食べようかということになりました。まあねちょっと時間がずれてるのでこのように空いてますけど、結構人気店のようです。まあね、ケーキもたくさんあるみたいですけど、お食事がね結構いいみたいなんですよね。だからちょっと食べてみようかなと思って、またアホの一つ覚えかっていうのパッと CU 食べました。それとあとマンゴースムージーですね、マンゴースムージーこれもどないなってんねや、ここに来て買おうそうい。もうね千枚来たらねこれ食べてしまいます。やっぱ美味しい。これはね春巻きみたいなやつ取りました。結構ね量も多いところが多いのでねちょっとシェアしました。はい、足らなかったらねなんぼでも追加したらいいんですけどね、残すのはもったいないので、まあこういう感じでね食べます。ほんとね美味しい、ここはほんと美味しいです。少し休みましたのでターペーマンに来ました。まあ、今回ねホテルとターペットもいたもん目と鼻の先なんですね。それでね意外と近いところ行かないんですよ。で今回は近くのターペーマン、こんないいところの近くのホテルに泊まっとんやからちょっと行こうかということで、ターペーマンの今日はナイトマーケット、まあ午前中はね旧市街地の方で猫ちゃんが買い物したりとかねしましたが、このようにねお経がねまた聞こえてきますよね。まあまあこれ立派、ほんとゴールドのねブッドへね、これブッド、この青い空を見てください。綺麗な空ね、もうほんとこれねカメラが絵分けちゃうんです、スマホやからね。いやね、ほんとここはね前回ナイトマーケット、チェンマイナイトマーケット、わ、かわいいのおるやん、かわいいかわいい、ナイトマーケットを見たけどねちょっと活気がないかなって。あそこなかなかナイトマーケット大きかったんですよ、チェンマイナイトマーケット。でもここはねやっぱり外国人の人が多いですね。外国人の、ツアーいうか観光客の人がねやっぱ多いなと思いました。まあ向こうの方はねタイ人の人と、まあまあでも西洋欧米人の人もいましたけど、タイ人の人が多かったと思うけど、ここはやっぱり観光客の人がね、まあ、こんな白人の男前の人がいっぱいいます。
まあまあ商品見んとね、そんな見とったからね。はい、いろいろありましたが、私ちょっとね今回ね猫でようさん買い物しとったんです。実はこんなことばっかりしてて、ほんで洋服もね1枚だけねちょっといいの買ったんで、また来てね、まあ、興味ないでしょうけどね、ちょっとお披露目したら、もうちょっと痩せたらね着れるかなと思って、今置いとこうかなと思ってます。まあ、こんな感じのナイトマーケットなんで、ちょっとぶらりと見てください。